超かわいい。スカートひらってやって、ひらって。ほう？ほう？ひら、ひら。あ、ご主人がショコラのこと、エロい目で見てる。にゃーん、ご主人様のエッチ。主人様のお店の制服、ショコラ似合ってますか？うんうん、よかったよかった。選んだのは私だけど。まあ、できる範囲で頑張る。うわーい！ご主人様にも褒めてもらっちゃったねー。明日から一緒に看板猫として頑張ろうね、バニラ。せっかくご主人が用意してくれたし、適度に頑張る。もう素直じゃないんだから。バニラもひらってサービスしちゃいなよ、ほらほら。にゃ、私はそういうことする猫じゃな、ショコラ。ダメだって、にゃ。それ、スカートじゃな、にゃやつでは。すごい、すごいです、ご主人様。お店の住所とか電話番号まで書いてますよ。お店の情報がもろバレの一枚。個人情報保護にうるさい時代に危機感のない。これ、1枚欲しい。もらってもいい？猫パラ。じーじーにゃにゃじーじーにゃ
何かお探しですか？はい、もちろんございますよ。こちらになります。この手の本は多いですけど、でも結局猫それぞれなんですよね。人型猫は言葉でコミュニケーションが取れますし、ちゃんと話をしてれば大丈夫ですけどね。あちらの猫ちゃんたちのご主人様ですか？そうでしたか。ではおすすめの本出しますので少々お待ちくださいね。お待たせしました。こちらの本なんてどうでしょうか？もうあれだけ手がかからないなら、飼い方というよりは猫の特性を学ばれた方がいいと思いまして。今更言葉とかトイレお風呂の教え方なんて必要ないと思いますし、これから成猫になるにつれて発情期とか身体的な成長も現れたりしますから。人生のパートナーとして、仕事のパートナーとして、趣味のパートナーとして、飼い主さんと猫ちゃんとの関係も家族によって様々ですからね。専門的な本には劣りますけども、最初の入門編としてはこちらがいいかなと思います。でもあれだけしっかりした猫ちゃんたちですし、人間と同じように話をしてあげれば大丈夫だとも思いますけどね。はい、ありがとうございます。あと、もう一つなのですが、猫ちゃんたちが大変気に入っていたようですが、あちらはどうなさいますか？私の屍を乗り越えて、ご主人様にはショコラは最後まで立派な猫であったと、そう伝えて。お買い上げありがとうございます。常識を身につけても猫の習性には逆らえない。ねえご主人、今日はドラッグストア寄らない？
そうといえばそうな感じ。ダメ？行く。これで任務達成。まあ、猫の世界にもいろいろある。ねえねえ、ご主人様、生理痛って何ですか？生理ってことはもしかしてお片付けした時に痛くなる筋肉痛のことですか？そこら冴えてますね。向こう了解です。ショコラはご主人様についていくのであります。ところで、ご主人様は何のお薬を買うんですか？お薬って、痛かったり苦しかったりするときに飲むんですよね。もしかして、ご主人様どこか痛いんですか？それなら、病院行った方がいいんじゃないですか？でもショコラが熱出して辛かった時はご主人様がお医者さんに連れて行ってくれましたよ。へえ、そうなんですね。人の社会はいろいろあるんですね。ここにお薬がなかったらお隣に行くんですね。さすが人の文明は便利なようにできてるんですね。見当たらないですね。あっちからバニラの匂いがしますよ、ご主人様。私のショコラ。ちょっとお鼻を摘みに。変態、ご主人がとても失礼。超変態、最低な人。それより早く帰って開店準備。もう明日だし。ショコラたちもご主人様のお手伝いしますから。はーい。
ご注文はお決まりでしょうか。ハート感が足りない。もっとこびてもっとお色気を。ふむふむ、お色気か。よし、じゃあもう一回行くね。うふん、いらっしゃいませ。ごめん、素直に私が悪かったと思う。今のなし。いらっしゃいませ。当店のおすすめはケーキです。でもケーキ以外をおすすめされても困るでしょ。玉が欲しい。ペロ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 。ショコラだってご主人様のお手伝いできますもん。別にショコラは味見がしたくてご主人様のところに来たわけじゃないのです。私は猫だから味見役でいい。ご主人おかわり。大丈夫です。なくなってもショコラがたくさん作りますからご安心を。ショコラが燃えている。これは期待せざるを得ない。ご主人ストップ。ご主人様が作ってたのを見てたから大丈夫ですよ。ショコラにお任せあれ。まずはお鍋にミルクと、あとひまわりの種入れるんでしたっけ。ショコラ、せっかくだからいっぱい作ろう。そしたらカスタードヘブン。了解、任せちゃって。生クリームも入れた方がきっと美味しい。生クリームは任せて。うわっ、よっ、あっ、これ甘。あ、ショコラ、もしかしてこれは非常に危険な、いわゆる。気持ちいいにゃー。ご主人、水が目に。
お風呂は好きになれないにゃ。ごめんにゃさいのです。でもご主人様とお風呂は久しぶりで嬉しいのです。その割にはご主人のお風呂テクが全く上達してない。にゃぼにゃう、ご主人は理不尽にゃ。どうしましたか、ご主人様。濡れた猫ちゃんみたいに頭ブルブルして。しぐれちゃんがいい毛艶だから伸ばそうってずっと伸ばしてますからね。長く感じるのはきっとご主人様がずっとお風呂入れてくれなかったからですよ。ご主人は面倒くさがりだから仕方ないね。飼い猫のお願いも聞いてくれないご主人だから。恥じらんよ。しぐれちゃんもたまにそう言うんですよね。でも恥じらいって言われてもピンとこないにゃ。そういう人の感情は発情期を迎えてもいない猫には難しい。ご主人、そんなこと言って喜んでるくせに。エッチ。にゃにゃにゃ。ご主人様、そんな目でショコラを。猫の目はごまかせない。にゃーん、ご主人様がパパですか。それもいいですけどね。悪くはないってことにしといてあげてもいい。せっかくだしご主人様が洗ってくださいにゃ。じゃあケチなご主人に代わっていつもみたいに私が洗ってあげちゃおう。ご主人わざと顔に。いや、耳に入っ。そこらにもシャワーかけてください。
仕事中におさわりはダメですよ、ご主人様。セクハラ。ご主人、そういうのはお客にしちゃダメ。私ならそこそこ我慢してあげるから。主人様、ショコラ、猫パラ。ご主人様、お店に近づく人影ありで